SO1、ピアースドッキング室、ピアース、パースのドッキング位置。写真下側で本体とソユーズをドッキングさせている。ピアースドッキング室は国際宇宙ステーションのロシアのモジュール。ピアース、またはスティカバチ縫い、オステク1、または英語の頭文字を取って DC-1、ロシア語の頭文字を取って SO-1 とも呼ばれる。 初期の ISS 計画で予定していたロシアの2つのドッキングモジュールのうちの1つで2001年9月に打ち上げられた。ISS の居住、生命維持モジュールであるズベズダにドッキングしてエアロック、補給船のドッキングポートとして活用されてきた。2021年7月26日、多目的実験、モジュールナウカへドッキングポートを譲るため、 無人宇宙補給機プログレス MS-16 と共に大気圏に投棄され20年にわたる長期の任務を終えた。ピアース内の第10次長期滞在チーム RKK エネルギアにて整備中のピアースピアースには2つの主要な機能がある。一つは ISS への宇宙船や貨物船のためのドッキング装置であり、もう一つは2人の ISS 宇宙飛行士が ロシアのオーラン宇宙服を着て宇宙遊泳のために出入りするエアロックである。アメリカ区画のエアロックであるクエストからでもオーラン宇宙服での出入りに対応しているがロシアが管理するモジュールに関して船外活動を行うときはピアースを利用して実施することが原則となっている。またピアースはドッキングしているプログレス M 補給船の推進材タンクからズベズダの 推進システムかザーリャ機能的貨物ブロックへ推進剤を補給することができる。また反対にズベズだとザーリャからドッキング中のプログレスの推進システムへ推進剤を補給することもできる。ピアースは RKK エネルギアによって製造された。ドッキング室はミール宇宙ステーションで使われたミールドッキングモジュールと少し似ておりソユーズとマ宇宙船や プログレス M 補給船とのドッキング装置を備えている。ピアースは2001年9月14日に ISS 組み立てミッション 4R としてロシアのソユーズ U ロケットで打ち上げられ、プログレス MSO1 の推進モジュールを使用して、ズベズダサービスモジュールの底側結合部に2001年9月16日にドッキングし、 第3次長期滞在クルーが3回の船外活動で接続作業を行った。メディアを再生する ISS-65ISS ISS 側から見たピアース分離動画2001年に ISS のロシア区画が再見直しされた時新たな計画からは SO-2 がキャンセルされ製造は中止された。当初の計画では SO-2 が ISS に設置されると ピアースは廃棄されて、大気圏突入する予定だった。しかし、SO-2 は、資金不足のために製造中よされ、計画から削除されたため、代わりに、ピアースが使われ続けることになった。なお、この DC-2 は、その後、MRM-2 と名称を変更し、2009年11月に、打ち上げられて、ズベズダの上部に結合した。多目的実験ジュールには、 エアロック機能はないため、MRM-2 が DC-1 の機能を引き継ぐ。ISS の一部としてのピアースの設計寿命は5年であり、寿命を大幅に超えていることや ISS ロシア区画の拡張の都合上、2021年7月26日に多目的実験モジュールへドッキングポートを譲るために分離し、大気圏に投棄された。ありがとうございます。